はい、どうも、どっちです。本日回復するものはこちらですね。カースーパードラゴン、スーパードラゴンボールヒーローズ、カードグミです。13位ね。ただ、ゲーセンにあるカードのやつなんです。ゲーセンのゲームのやつだね、確か。で、これを買った理由に関しては、またドラゴンボールの映画が、なんか発表されるみたいに発表されたことで、一応まあ、発表されたことで、一応これでも買い癖見ようかなって感じで。だね。一応種類の方が全部で12種やね、これ。12種。で、エナジー、このグミがあって、で、これが種類がね、こういう、スワンボーン種類が。感じやん。ここでもう、キャラクターが、キャラクターが。ね、こういうゲーセンのやつがある感じやね。じゃあ、開封していきましょうか。です。それじゃあ、1枚目見てみましょうか。1枚目、グマにグミやな。あ、グミが違うんやな。パッケージ紙やったのに。だから、パッケージグミ、紙って言うけど、これ、わかるかな。悟空なのはね、悟空の悟やな。メカで見るかな？見えた。これが見えるか。これで見えやすいな。それでは見てみよう。カードなんやろね。お、これはバーだっけ？ゼノ。確か、悟空の父親やな、しか。こういう感じで、まあ、逆転の一手でくれて、こういう感じやね。裏面がこうで。これはね。こうで。感じだね。結構カード接続するカード感ちょっと硬いな、カード的には。じゃあ次行ってみようか。次のグミも入れてる。グミね、グミも、お、これはパッケージ紙の方やな、これ、ね、紙で。で、次は、お、キラキラ。悟空ブラックってやつやのかな。結構キラキラしようなカード的に、裏面があって。からね、こう見えるかな。まだ技発動するみたいな感じか。ただ、カミカミが語って、カミカミ、カミカミじゃねえか。カミカミが語ってね。B、僕は通常とね。ね。感じで、次のやつはっと。あ、これでもさ、グミこんな感じか。カメ、これしかね、ここで2種類なんかな。2種類感じか。グミ、絵柄は。3枚目と。お、これもキラカードや。ジレンの音な。ジレンやな。ジレン、見てみようか。おー。感じで。だから、これ最新のアニメ見てたやつやな、確か。アニメで。最新のアニメだけど。俺最新のアニメ見てねえんだよな。俺、G1 攻めたことないんだよな、リアタイムで。ほんまに。で、よいしょ。で、あ、ちゃうわ。これは、この撮影ってまだあるやん。ドラゴンボールやし。これ4なんだっけ、通信値ってのも忘れてもだ。前、カードは、と、パンか？パンじゃない？あ、パンやった。パンのゼノってやつやな。だから、ゲーム用でリメイクされたキャラっていうかな。見たことないかな。何もこんな感じやね。見た、これ、裏面、ジレンの裏面見せたっけ、俺。見せないの、多分。こういう感じで、裏面はこんな感じやね。感じで。で、ラストやね。これがラスト。まあ、プサーってやっぱこれ一緒か。じゃあ、見ようか。カードは、悟空来たわ。最後の最後、悟空や。キラキラしてないってことは、孫悟空って感じで。やっぱこの感じだね。超この感じだね。見ようかな、感じだね。これが全部回復終了だよね。はい。これで全部の回復が終わりました。
なんか映画が、映画情報で、なんか意外のキャラクターが大活躍って言っとったけどな。ね、何がって活躍するやろ、何も。意外やから、ヤムチャとか、ヤジロベエでんかな。ヤジロベエが、かりんとうの竜とか、男な、田中真弓さんが声当ててる。どのキャラかでも。まあ、もしかしたら、なんかね、戦闘力、たったの5って言われたキャラクターには、そいつが使い方するかもしれんしな。それは微妙やけどな。うん。それはまた、映画が始まった、多分だんだん情報が解禁すると思うけど、それで情報が解禁して、まあ、知っていくと思うけど。ね。で、以上、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったら、他の動画や、あとはもう動画の評価とかコメント、まあ、チャンネル登録も、まあ、してほしいなー、的な感じやね。それじゃあ、次の動画でまた。